ねえ、あんた、あの噂知ってる？今日入ってくる新しい使用人の噂よ。うん。今日は4月1日だったな。あの時、何のことだ？1年前かそうだったな。また随分と使えぬゴミが入ったものだと思ったのを覚えている。おい、さっさと軍棒をよこせ。貴様。はいはい、お待たせいたしました。イサミ様、こちらに。ふん、珍しいですわね、イサミ様が軍棒をお忘れになるなんて。急いでいただけだ。二度はない。やれやれ、いい天気だ。おはようさん、おはるちゃん。珍しいじゃないか、お前がこんな時間から出かけるなんて。うん、ちょっとね。進む様、お弁当をお持ちいたしました。ありがとうございます。おはようございます。ところでヒロシはそろそろ日本を出た頃でしょうか？まだじゃないかな。あれは誰だ？ほう、これが宮の森家恒例の朝の挨拶か。なかなか豪勢じゃないか。ちょっと、どうして知らない奴が屋敷から出てきてるわけ？私、何も聞いてないわよ。こいつ、一体何？お前、何者なのさ？なぜ貴様に答えなければならぬのだ？何なのこいつ、殺されたいの？貴様が俺を？ざれ言を言うな。おい貴様、そこの使用人、この挨拶は毎朝するのか？使用人は随分粗末なようだな。やれやれ、マモル様、今宵まで対面はお待ちくださるよう申し上げていたはず。対面は済ませた、今しがたな。だが本当の挨拶はこれからだろう。なんか偉そうな使用人じゃないで、ですかね。おい、誰が使用人だと言った？